どうも、くつろぎです。今回は砂漠の建築をやっていきます。第4回目ですね。砂漠の小さな町を作ってみようということで砂漠建築が続いております。自動で生成される村と同じぐらいの大きさなので、ある程度建築が馴染むと思います。四角い建築が続いたので、今回は丸い屋根を加えたものを作ってみました。球場の屋根は建築規模が何かと大きくなりがちなんですよね。並べ方もちょっと複雑かなとは思いますね。なので今回はできるだけコンパクトな丸い屋根に仕上げてみました。それでは早速作っていきましょう。今回の設計図はこちらです。必要な材料は概要欄に記載しています。まずは磨かれた安山岩を設置していきたいと思います。安山岩がちょっとないという場合は石ブロック、丸石でもいいかなと思います。やっぱり石か安山岩がおすすめではあります。等間隔に置いていきます。こんな感じですね。今回は全体的にすごく小さくて、家というよりかはどちらかというとモニュメントとかに近いかなとは思いますね。まあ、いろんな街並みということでいろんなものがあってもいいかなということですね。こんな感じで磨かれた安山岩を設置してみました。次は石を並べていきたいと思います。安山岩でもいいんですが、まあ、石の方がコスト的に軽いかなということで、簡単なこうエントランスの台座を作っていきます。どんどん埋めて敷き詰めていきます。まあ、見えない部分といえば見えない部分なんで、丸石でもいいっちゃいいんですが、やっぱ石の方が砂岩と馴染む感じが自分はしているので、やっぱ石がいいかなと。で、この磨かれた安山岩をちょっと凹凸感を出すために活かしたいので、内側に石ブロックを置いていきます。なのでその分内装はちょっと狭くはなってしまいますね。こんな感じで石ブロックを並べてみました。次はこの部分は砂岩の階段を置いていきます。で、後の部分は石の階段を並べていきます。これで少し凹凸感を加えようということですね。やっぱり凹凸感があった方が何かとこう影の感じとかが出ていいかなと思いますね。まあ、まずは土台を作っていこうということですね。よしと、これで1階の土台が完成しました。続いて今度は壁を作っていきたいと思います。まずは今回は砂岩を使っていきます。磨かれた砂岩を並べていきます。まあ、ちょっと印象付けというか模様入れがてら、まあ模様入れっていうのもあれですが、磨かれたやつを使ってみようかなということですね。これもちょっとランダムっちゃランダムなので、ちょっと設置してる部分がよくわからないという場合は砂岩でも代用してもらってもいいかなというとこですね。まあ、気に食わなかったら後から砂岩の部分を磨かれたに変えればいいということなんで、こんな感じで並べてみました。今度はその間を砂岩の階段で埋めていきます。まあ、下の安山岩と石のコンボというか、それと同じ要領で凹凸を加えていきます。こっち側はなさそうですね。まあ、こんな感じですね。で、今度は砂岩の塀を設置していきたいと思います。まあ、どの部分が塀を置くのかっていうのを先に決めといた方が、まあ、後からこの上積んでいくんですが、まあ、最初に目印がてら置いてった方がいいかなと思います。今回も砂岩がメインなので、まあ、ちょっと凹凸感を加えたりしたいということで、やっぱり塀を使った方がいいですね。ここはフェンスの方がいいかもしれないですね。で、こんな感じで仕上がってきたので、今度は砂岩を2個ずつ積んで壁を作っていきます。磨かれた砂岩の上に2個ずつ置いていきます。で、まずは1階の壁感を作っていこうと思います。まあ、どんどん並べていけばいいということですね。2個ずつ置いていきます。今回はまあ私事ではあるんですが、いつもと違う環境で録画しているので、これはちゃんと録画できているかっていうのもちょっと気になってますが、まあ、やっていこうということですね。2個ずつ置いていくと、なんか結局滑らかな砂岩の使いどころがちょっと見つからなくて難しいですよね。模様入りのやつはなんか使い勝手があるんですが、滑らかがちょっとね、なんとも言えなくて目立っちゃうんですよね。
ちょうどこの砂岩の表面みたいな感じになってね。こんな感じで、とりあえず2段ずつ積んでおきました。で、今度はそれに対して砂岩の階段を置いていきます。ここを入り口というかエントランスにしたいので、まあ、簡単に模様入れをしようということですね。まあ、こっち側は入り口ということで。で、あとは砂岩の塀を2個ずつ足していきます。やっぱりこうやって砂岩の塀と普通の砂岩ブロック、合わせた方が凹凸感が出しやすいかなという感じですね。今回はちょっと神殿みたいなものの方が面白いのかなと思ったんですが、神殿だとどうしてもでかくなりすぎてしまうので、まあ、どうしたもんかなということで、今回はちょっとなるだけ小さくしようと。最近自分の中の建築のブームですね。同じものを表現するならいかに小さくするかと、その方が作りやすいしいいかなと思う次第であります。ただ実際大きいやつが作りたいっていう人もいると思うので、その辺の塩梅が未だにつかめてないので、もうちょっと大きいのがいいよとか教えてもらえると助かりますということですね。で、塀が並べ終わったので、もう少しだけ装飾を加えていきます。今度は白樺のフェンスを積んでいきます。イメージとしてはここを窓というか柱の感じにしたかったんですよね。神殿っぽくしようと思ったので。でもそれもあれかと思ったので、白樺のフェンスで、まあ家兼なんか神殿っぽいモニュメントっていう感じですね。こんな感じで。で、こっち側も塀にするよりかはフェンスがいいかなと思うので、こんな感じで。で、今度は白樺のフェンスゲートを置いていきます。あんまりにも白樺だけだと凹凸感が甘いのかなと思ったので、こういうフェンス入れて段々な感じにしてみようかなという試みですね。さあ、これが成功してるのかがちょっと曖昧なんですが、こんな感じで。まあ裏側も同じデザインにしといた方がまとまりがいいかなと思うので、フェンスゲートを置いていきます。やした。まあ、これで装飾はほぼほぼ完成ですね。続いて屋根の土台を作っていきたいと思います。今回は丸い屋根みたいな感じにしようと思うので、先に土台を作っておいた方が何かと楽だということで、磨かれた砂岩を並べていきます。さっき作った壁の上に置いて全体を慣らすような感じですね。上に設置していくのでということですね。まあどんどん並べていこうということですね。ただまあ資材とかに余裕があれば、模様入りレンガじゃなくて模様入り砂岩、そっちを使ってもいいのかなと思いますね。なんかクリーパーの顔みたいな模様が入るやつですね。なんかあれをよしよし入れても面白いかもしれませんね。相変わらず建築には正解がないので、今回の自分の建築もいいぞっていうことでもなかったりはするので、ご参考までにということで、今度は砂岩の塀を並べていきます。これちょっと門というか、アーチっぽい感じにしようかなということですね。このなんて言うんだろうな、段差感がいいんですよね。で、段差感が出ない場所に関しては、糸を置くとかやると、塀のボコボコが出ますね。やり方がわかんないんですが、塀の上にボタンを置く方法があるらしいんですが、やり方わかんなくて、ちょっとできたら面白いよなぁとは確かに思いますね。どうやって塀の上にボタンを置いてんだかわかんないんですよね。まあそのあたりも、おいおい調べていこうかなと思いますね。そんな感じで塀を置いていきます。内側はちょっと階段をということですね。こんな感じで平感はいいかなと思います。で、さらに高さを出そうということで砂岩を並べていきます。で、今回はまたいつも通りといえばいつも通りなんですが、等間隔に置いて階段を挟むパターンをやりたいので、等間隔に砂岩を並べていきます。まあ、どうなんだろうなという部分なんですよね。最初に砂岩バーって引いて後から階段と入れ替えた方が早いんじゃないかっていうのもあったりするんですが、
どっちがいいのかなって、こういうところもね、なかなか迷いどこではありますね。まあとりあえず砂岩を並べていくと。でこっち側も先にあらかじめ台座になるというか足場になるので埋めちゃおうかなと思います。でハーフブロックとかとうまく合わせてですね。で今度は砂岩の階段を間に入れていきます。まあ、この部分も相変わらずなんですが、凹凸感を出そうということで階段にしています。でもこれはハーフブロックでも代用は全然できるので、お好みでという部分ですね。自分は階段が好きなので階段を使います。こっち側は裏向き、こっちの向きですね。で階段を入れると、でこの部分も埋めてしまおうということで、さあ先に階段を張っておいた方が楽かなということで、階段スペースを用意したら今度は砂岩のハーフを並べていきます。今回は天井が少し低いっちゃ低いのと、資材的な問題もあって、あんまり小さくしちゃってるからっていうか、あまり大きくしてないからって言い方ですね。だからハーフブロックで天井との凹凸感を入れるしかないかなというところですね。今回砂漠建築、なんだかんだと4件やったんですが、意外と難しくて、砂漠っていうイメージが人それぞれすぎて、どうしたもんかなというとこですね。ということで今度は丸い屋根を作っていきたいと思います。今回は一応丸い屋根を作ろうということですね。基本的に半球を作る場合っていうのは、多分少なく見積もっても直径11ぐらい欲しいんですよ。じゃないと半球にならないっていうかね。ですが今回は思い切って小さく小さくしてやっていこうかなということですね。まあ塀とか階段とかハーフブロックを使って、まあ、丸に見えなくもないかみたいな。だこれも美しい円の形ではないんですよね。ひし形なんですよね。どちらかというと円ではなく、まあそういう要素もあるんですが、少しずつごまかしながらやっていきます。で今度は磨かれた砂岩を並べていきます。まあ三で全部やってるっていう感じですね。まあ美しい円のドットのパターンっていうのもあるんですが、まあこういう感じでごまかしていこうと。でちょっと模様入れということで白樺のボタンを設置します。そう、前回コメントで石のブロックをよく使いますよねみたいなって、自分も石のブロック好きなんですが、なんとなくボタン今回のボタンはなくてもいいっちゃいいので、白樺でいいかなということにしています。石の方が色味的には落ち着いてていいかなと思います。まあそのあたりもお好みでということですね。まあ何でもかんでもお好みでっていうのもどうかと思うんですが、まあ全く同じものを作る必要もないということですね。でこの上からどんどん作っていこうということで砂岩を並べていきます。こっからがちょっと慎重ゾーンですね。 5×5 の正方形にどうやって半球みたいなものを作るかということなんですよね。で先にここを一応アーチというか入り口のなんだ通り道にしたいので、まあ、階段で模様入れみたいな感じですね。それにしても今日は暑いですね。よしと。でこっち側は逆向きで置いていきます。こっち側も同じですね。まあ暑いというのもあれですが、個人的には30度以上はやめてほしいなって思っております。まあ思ったところでなんですが、いや35度とかはちょっとずるいなと思いますね。で階段を内側から張って、まあなんとなく凹凸感を入れておけばいいかなというとこですね。で今度は白樺のフェンスでこうデザインというか装飾ですね。まあ、なきゃないでもいいんですが、あった方が作った感じがあるかなと思いますね。で、今度は磨かれた砂岩。まあ、こっからが半球作りということですね。3個3個で置いていきます。よしと。で、今度は砂岩の階段を置いていきます。
これ向き正面から見てこの向きで入れてますが、どうでもいいですね。どうでもいいって言い方もありですけど、逆でもいいってことですね。で、左岸のハーフ。どっちから階段のボコを見せたいかという話なので、向きはどこでもいいと。で、内側を埋めていきます。で、この上に気持ち丸くなるような感じで作っていきます。左岸の階段を並べていきます。3個ずつですね。まあ、丸に見えなくもないかぐらいですね。で、また左岸のハーフですね。こんな感じで。で、さらに階段ですね。階段を真ん中に向かって置いていくと。で、その角っこを埋めるような感じでハーフブロック。まあ、階段でもよかったかもしれないですね。頂点はハーフだと丸っぽくないので、ブロックにしますね。ちょっと印象が弱いなぁと思うので、今度は丸石の塀を今置いた左岸の上に置きます。まあ、塔のデザインみたいなもんですね。こんな感じで仕上がりました。今回の建築を作ってみたよという方は、SNS などで投稿してみてねということで。というわけで今回の建築完成したんですが、なんとなんと、内装があまりにも狭くてですね、どう作っていいかが、まあ自分でもよくわからなかったので、なんか意見があったら、こうしてみたらとかあったら教えていただければと思います。それとなんとなくで、街ができてきたよということですね。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回の建築が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストのコメントもお待ちしております。次回の動画もよろしくお願いします。ではまた。